有本桜子は日本のお笑い芸人、ダッシュステージ所属、東京都世田谷区出身、身長1 7 0 8 c m 1 7 2トル、本名、有本桜子。母親は占い師である。兄が二人おり、時系は俳優の有本慶太郎。桜子という名前は、父親が男は辛いよの車トラジがヒロインを呼ぶように、 桜と呼びたかったため、そして、同作のヒロイン、桜のような女性に育ってほしいという願いを込めて、名付けられたという。桜ではなく、桜子になった理由は、父親が、上記の理由とともに、桜という名前を親戚に伝え、親戚一同から猛反対を受けた際に祖母が言った、せめて子をつけましょう。という謎の意見が通ったためだという。中学生時代の部活は、 バドミントン部でキャプテンを務めていた。高校生時代の部活はハンドボール部のマネージャーだった。特技は高速まがたきだが本人は地下アイドル感が増すという理由で封印している。子供の頃はモーニング娘。のメンバーになりたかった。小学3年生から中学2年生までは AKB48 のメンバーになりたいと思っていたが小学5年生。 中学2年生と2回オーディションに応募し、どちらも書類選考で落選した。AKB48 への加入を諦めた理由は、中学2年生の時に改めてしっかり鏡を見た際、こりゃ無理だと思ったことだという。子供の頃から背が大きかったということもあって、母親と一緒に見に行っていたプロレスの会場でアイスリボンの関係者に誘われたことがあったという。 中学2年生の時に見た M-1 グランプリで初めて漫才を見て声を出して笑ったという。そこで漫才の凄さに気づき、一気にネタにはまったという。そして同じ中学2年生の時に2週間だけ、ノンスタイルの井上雄介と結婚したいと思った期間があり、その際に母親にどうすれば結婚できるか相談したところ、 同じ土俵に登りなさいと言われ、お笑い芸人という職業を意識し始めたという。その母は、フリーの占い師をしており、爆乳占い師を自称している。母親ももともとお笑いが好きで、本人曰く、家庭もついたち中、めちゃにイけてる、が流れているようなところとのことで、そのようなところで育ったことから、お笑い芸人になるのは変わったことではなかった。 兄も俳優をしていることから家の中で反対する雰囲気はなかったという。そしてハイスクール漫才に幼馴染みと出場して関東大会の準決勝まで進出。しかしそのコンビは結局うまくいかなかったということで解散した。その後高校2年生の2018年秋頃から芸人として活動を始める。なお M-1 グランプリにも出場したことがあり、 2019年は森本サイダーとのコンビ、有本サイダー、大塚ドリーム賞で一緒の女優の上村こととのコンビ、ゴールリンで出場していた。ネタは主に一人コントを主体としている。2019年8月25日に愛媛県新浜市で行われた第9回笑顔甲子園で優勝。エンターテイメント集団、大塚ドリーム賞に参加している。 ラムズの風間春菜は自分を可愛がってくれるなど、いろいろと世話になっているということで、師匠としたい、感謝をしてもしきれないという、趣味は釣り、昭和歌謡。昭和時代のアイドルに魅了されているところもあり、アイドルとして松田聖子や河合直子、女の子として浅岡恵や岡田幸子がタイプとしていたこともある。女子高生時代は、女子高生芸人という肩書きにこだわりを持っていた。 ことで、私なんて JK じゃなくなったらただの状態だと話していたことがある。なお、高校は2020年3月で卒業している。デビュー以来フリーで活動してきたが、2020年11月1日より K- ステージに所属となった。ありがとうございます。